改めまして内海大輔と申しますのでよろしくお願いします。はい、じゃあね、まずラケットなんですが、まずグリップの持ち方っていうところからやっていきたいと思います。グリップの持ち方っていうのは大きく分けて3つあります。1つ目がウエスタングリップ、2つ目がセミイースタン、3つ目がイースタングリップっていう3つの持ち方です。まずウエスタングリップから説明させていただければと思うんですけど、まず、自分の利き足の方ですね、利き手と同じ足の方の足の上に乗せます。この状態で面のところにちょっとまっすぐというよりも少し斜めに手をつきます。まっすぐだな、少しだな。でそのままグリップをこうパーッ下に引いて、このまま、はい、握ります。はい、これが基本的なウエスタングリップと呼ばれるグリップの持ち方になります。次、イースタングリップなんですけど、イースタングリップは、まあ、僕が結構よく言うのが、前にちょっと嫌いな人とかがいると思って、こうラケットのフレーム一番痛いですよね、ここでバンって叩くように持ってください。これがイースタングリップです。で、これとウエスタングリップの間がセミイースタングリップって言います。じゃあなんでこのグリップがね、あの持ち方いっぱいあるのかっていうところも軽く説明させていただければと思うんですけど、ソフトテニスの基本的にボールを打つ時にはこのウエスタングリップっていうのを使って打ちます。表面と裏面っていうのがあるんですけど、ソフトテニスは基本的に同じ面を使います。逆側を使うことはないです。公式であればフォアストロークは、こっちで打って、バックストロークは裏側で打つって両方使うんですけど、ソフトテニスはフォアストロークもこっちの面だし、バックストロークも同じ面で打つようになるので、こっちが表面になります。で、逆の使わない方が裏面っていう、呼び方になります。ウエスタングリップは基本的に手のひらの感覚でボールを打っていることになるので、なのでストロークとかでボールに対してまっすぐ当てましょう。やっぱり面がこう薄くなったりとか厚くなってしまうとボール綺麗な回転がかからないので、まっすぐフラットで当てるっていうんですけど、そうなるためには手のひらでまっすぐ当たってる、そのままの感覚でラケットを握るとまっすぐ当たるよっていうのが一番わかりやすいので、このウエスタングリップで打つっていうのが、多くあります。逆に次、イースタングリップですね。これも同じように手のひらでやろうとすると面がすごい上向いてることになります。でもこれを使う場面もあって、これはどういう時かというと、サーブとかスマッシュとかそういう時に使います。上から打つ時ですね。で、これなんでかっていうと可動域の問題になるんですけど、ウエスタングリップでラケット下どこまで行くかなってやるとあんま行かないんです、手首の関係があるので。で、じゃあ次イースタングリップにして、イースタングリップだとまっすぐだと面ないですよね、面が当たらない、ちょっと横向きます、イースタングリップの場合は。で、それで下にやると可動域が広がるので、なので可動域が広い分ラケットが加速するので簡単に速いボールが打てるので、上とかから打つ時にはイースタングリップとか、まあ、セミイースタンで打つよと。でも逆にストロークとかこの下で打つボールに関しては面がすごい方向向いちゃうので、ウエスタングリップで打つっていうのが、まあ、結構多いのかなというふうに思います。次、グリップのですね、人差し指と中指、ここの間隔を開けるか開けないかっていう持ち方も実はあります。このようにですね、ちょっと大げさにやると人差し指と中指このように開く感じですね。これをガングリップって言います。このグリップの特徴としては人差し指が離れているので、あの面が安定しやすいです。人差し指にロックがかかるの。次にハンマーグリップっていうのが、中指と人差し指がついたこういう状態です、グーの状態。これだとロックがかかんないのでヘッドが走りやすくなります。なので、まあ速い球とかパワーあるボールを打ちたいなっていうのであれば、このようにハンマーグリップで握った方がラケットがスパーンいくのでいいボール打ちやすくて、逆にちょっと安定して面を固定して丁寧に返したいなとかっていう時にはこうやってガングリップっていうのをやってあげると面が固定されるのでボールも安定しやすくなるっていうのがあります。まあちょっと皆さん今講義で結構体はもう寒いと思うので、ちょっと軽く動いていきたいなと思うんですけど、まずは最初軽くですねやっていきたいと思うんですけど、2人1組になってどのグリップでもいいです。ウエスタングリップ、セミイースタン、イースタンでもいいので、ワンバウンドしてもらったのを相手の胸にポン、優しく返す、来たのをポン、はい、でセミイースタンでも同じように返して、イースタングリップでも同じように返す。で次、逆側ですね、逆側の方でイースタングリップで裏面で返したりとか、逆にウエスタングリップの裏面もいいですし、ウエスタングリップの表面でもいいです。で、これをガングリップでやってもいいし、ハンマーグリップで
やってもいいので、ちょっといろんなグリップでいろんな面でちょっと打ってみてください。じゃあこれでまずラケットの握り方学んでいきましょう。胸にポコンとかして、胸にポコン、おい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 、グランドストロークっていうソフトテニスで一番多い技術紹介させていただきます。グランドストロークっていうのは飛んできたボールをワンバンしたボールをこうやってバンって打つっていうものになるんですけど、基本的にはさっきお伝えした通りこのウエスタングリップで打つようになるので、次はちょっとウエスタングリップでやってみてください。で、今僕が打ったボールはシュートボール、この低いボールでこう相手を押しやるっていう感じシュートボールです。もう一つがこういう山なりのボール、これはロブって言います。ロブはどちらかというと相手を走らせたり、相手を後ろに追いやったり、ちょっときついボールが来たらちょっと守ったり、そういう感じで使います。で、次に、はい、これがショートボール、短いで、最後にこれがツイストっていう、よりもっと短くなるボールっていう、大体4つぐらいですかね。シュート、ロブ、ショート、ツイスト、この4つになります。今自分が右利きなので利き手側で打ってるボールを、これをフォアストロークっていう、なので今これはフォアのシュートってことです。じゃあ次これは何かっていうとフォアのツイストっていうことです。で、今次利き手側じゃなくて逆側で打つボールなので、こっちに来たのをこう打つボールですね。これはバックって言います。バックハンドっていう。で、よく公式だとこうやって両手で持ってこうやって打つのが多分見たことある人いるかなと思うんですけど、ソフトテニスはどちらかというと片手で打ちます。で、なぜ片手で打つのかっていうと、片手の方がラケットヘッドが速く動くんですよね。で、公式テニスのボールは硬いので反発力があるので、面をきれいに押してやるだけでボールは勝手に飛んできます。でもソフトテニスのボールは柔らかいので、押しても速度が遅いとボールって全然飛んでかないんですよね。なので片手の方がラケットヘッドが速く走ってボールがバーンって飛んでくので、結構片手で打つことが多い。なので、まあ、さっき言った球種で言うとバックのシュート、バックのロブ、バックのショート、バックのツイストっていう感じになります。ちょっとこのままボールの次、回転の方の説明をさせていただければと思うんですけど、ボールの回転、一つ目がドライブ回転っていうのがあって、こういう縦に回るボールです。ボールが縦に回って下に落ちていくよっていうボールになります。で、ソフトテニスのちょっと面白いところで言うと、縦のこの回転っていうのは適度にかければボールは下に落ちてくるんですけど、ボールの性質上かけすぎると全然落ちない、でもふわふわって伸びてるから分かりますか。これをボールが吹くっていうんですけど、なのでかけすぎもあんまり良くないっていうのがちょっとソフトテニスと公式の違いが、公式はかければかけるだけ落ちてくるんですけど、ソフトテニスは今みたいにかけすぎるとこう全然落ちていかないので、こういうのがちょっと違うのかなと思います。で、これが今縦回転です。で、次にスライス回転、ボールにバックスピンをかけるっていう、バックスピンとかかけるとボールのバウンドが全然変わってきます。さっきはパンって跳ねが多いんですよね。もう一回打ちます。ドライブ回転だとボールがこうやってパンって跳ねるのに対して、スライス回転とかだとボールが止まってバウンドが低くなったりします。で、次に横回転っていうのもあります。左に曲がる、こういう左にバウンドが曲がっていく横回転だとか、逆に右に曲がっていく横回転っていうのもあるので、結構こういう回転もいろいろ使い分けます。
面白いのかなと思います。まあ、さっきやってたショートとツイストの違い、まあ、両方短いボールが一緒なんですけど、ショートボールはどちらかというとドライブ回転で短いボールを打つことをショートボールと言って、逆に、まあ、大きさで言うとこういうスライス回転こう戻ってくるよっていうので打つのをツイストっていうので、なので、ね、ちょっとそこの違いはそういうのがあります。はい、ということで、じゃあ今言ってたちょっとストロークいろいろあると思うので、ボールもあのいっぱいあるので1人10球打ちます。1人10球打つので、まずフォアでシュート、はい、次はロブ、はい、次はショート、はい、最後ツイストで、次バックのシュート、バックのロブ、バックのショート、あ、バックのショートっていう感じで、1人8球でちょっと全部いろんなやってみましょう。できれば うまいなー。